はい、皆さんこんにちは、九州男児ヒデです。今回はアルファ6600の手ブレについての動画になります。今回撮影の機材はまずこちらになります。じゃじゃん。本体のアルファ6600にシグマの 16mmF1.4 というレンズをつけて、その組み合わせのものをこちらのジユン社のウィービル S につけて、手ブレがどのようになるかというのを検証していこうと思います。ボディ内の手ブレ補正でどれぐらいの手ブレかっていうのを見てみようと思います。ここのコントローラーのみ使って横をスライドさせながら撮影の方をしていきます。Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know, really wanna know. はい、次はですね、とあるキャンプ場にやってまいりました。ここで歩いてみたり走ってみたり検証の方してみたいと思います。Falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head
はい、次はちょっと小走りで走ってみようと思います。どうでしょうか。結構ブレブレだと思うんですけど、こんな感じですね。手ぶら検証動画見ていただけましたけども、どうだったでしょうか。まあ、α6600 とジンバルとですね、比べた時にやはりですね、滑らかさが全然違うと思うんですけども、ジンバルをですね使う場合はおそらく風景を撮ったりとか、普段ですねビログ用として使う場合とはちょっと違うと思うんですよね。このジンバルを使うとですね、普段できないようなアングルで撮ったりとか、映画のようなタッチの映像が撮れると思います。そのような映像を求めている方には大変おすすめできる1台だと思います。ただですね、この α6600 を Vlog とか YouTube の撮影用で購入検討されている方は、手ブレ補正でも僕はいいんじゃないかなと思ってるんですけども、その理由としてですね、止まってる状態で手持ちで撮影するにはそこそこ手ぶれは取ってくれるんですよ。ただ撮影したまま歩いちゃうと若干ですね、この手ぶれっていうのが出てしまうんですけども、この手動ジンバルというか人間ジンバルというか、この振動吸収するように歩いていけば、どうにかなるんじゃないかなと思っております。でそこでですね、ちょっと僕がおすすめしたい YouTuber さんいらっしゃるんですけども、渡辺夫婦というチャンネルでの活動をされている YouTuber さんがいらっしゃいます。その方はですね、バンライフっていうのが有名で、最近海外とか出向いて Vlog を撮っている方なんですけども、ここ最近このですね組み合わせで撮影をしてるんですよ。それがですね、やはりカメラを変えてからっていうのがすっごい見応えのある映像に変わりまして、やっぱりこれは鉄板の組み合わせなのかなって思っております。気になる方はですね、ぜひ渡辺夫婦と検索して見てみてください。今回の動画は手ブレに焦点を当てた動画になったんですけども、このレンズは手ブレ補正がついていませんので、購入検討の方はそこら辺もですね十分考えて購入されることをお勧めしたいと思います。それでは今回の動画が良かったらいいねと、あとチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。